コトザ・デルタ2世は、地球から740光年離れた位置にある、コトザで4番目に明るい恒星である。コトザと、中心左のデルタ1世とデルタ2世を取り囲む、星団標準的なスペクトル分類 M42 型の恒星で、これは、表面温度が約3600系の赤色輝き巨星であることを示している。太陽の一万倍以上のエネルギーを放射しているが、 その90%以上は、可視光線よりも長い波長である。引っ張るコス衛星による年収しさの計測と組み合わせた直接角距離測定では、他の観測データで計算されていたものに匹敵する1.1から 1.3au の大きさを持つことが示されている。もともとは太陽の6倍の質量を持つスペクトル分類 B3 型の B があった主系列性で、 あったとされているが、現在はとても低温の全近巨星分子にあり、中心部に縮大した炭素と酸素からなる核を持つ。ことザデルタ2世はかつて、ことザデルタ1世と連星形を成していると考えられていたが、実際には地球から見ると偶然同じ方向に見える、見かけの二重星である。ことザデルタ2世は変更性で、 おそらく半規則型変更性だとされており、4.22等から4.33等の範囲内で主等級が変化する。現在は散在していることザデルタ星団としても知られている三回星団ステペンさん1を構成している構成の中で最も明るい。デルタ1星を含むこの星団を構成している他の構成として8から9等級の少数の構成と、 少なくとも30個の14等級までの構成がある。銃声のカタログには、ADS11825 のような符号がついたことざ、デルタ2世のいくつかの番星が列挙されている。そのうちの2つは、デルタ2世から約87秒離れた位置に見える、非常に接近している重等級の構成で、それぞれ番星 B、番星 C と呼ばれている。この2つは、地球から、 デルタ2世と同じ距離にあることが示唆されており、これはことざ、デルタ2世が、見え星形であることを意味している。仮にこの場合、この ADS11825B と ADS11825C は、デルタ2世から少なくとも 24000AU、離れており、130万年かけて好転していることになる。この2つの構成は少なくとも 600AU。 離れており、一万五百年の周期で好転している。ありがとうございます。